クラブツーリズム。オーロラオンライン説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日司会進行役を務めさせていただきます、北欧オーロラ担当しております久松と申します。同じく、北米方面のオーロラを担当しております浅田と申します。本日は2名体制で皆様のオーロラツアーの情報提供ができるように努めてまいります。早速でございますけれども、日本帰国時の PCR 検査の免除が発表されまして、条件付きではございますけれども、ますます海外旅行に行きやすくなってきたなというふうに感じております。本日はオーロラの情報たっぷりとお届けしてまいります。よろしくお願い申し上げます。お願いします。本日の流れなんですけれども、1番から7番の流れに沿ってご案内をしていきます。まずは方面ごとのオーロラの魅力について、その次に海外旅行の現状、日本の水際対策、そして弊社の安心サポートとニュースタイルについて、それを踏まえておすすめコースの紹介もございます。最後はですね、オーロラ、ぜひ写真を撮ってみたいという方に向けて、プチ講座と名付けてオーロラ撮影プチ講座のお時間、最後に質問タイムを設けております。では早速ですね、私から、オーロラの魅力北米編についてお話をさせていただきます。北米編と題しまして、お伝えしたいのはカナダのオーロラについてです。カナダにつきましては、オーロラ世界的に有名な2つの観賞地がございまして、1つがですね、イエローナイフ、そしてもう1つがホワイトコースになります。今回紹介するスライド、そして動画は、イエローナイフのオーロラビレッジの協力を得て説明をさせていただきます。はい、早速ですね、スライドに出ているのは2021年のオーロラになります。ちょっとニュースとかでも昨年結構オーロラが、調子がいいなと、そういうニュースが聞いた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、2022年、今9月10日ですけれども、現地でもすで、にオーロラの観測の報告が、されております。今年も結構いいという手応えを聞いているんですけれども、この傾向はもしかすると今年とか来年とか数年続くんじゃないかなと現地の担当の方は言っていました。実際そんなオーロラの魅力に迫っていきたいなと思っているんですけれども、今回は説明会の中で簡単にオーロラはどうして発生するのか、そういったところについても簡単に解説していきたいなと思っています。ちょっと難しい単語も出てくるんですけれども、あくまでイメージとして聞いていただければと思います。では皆様がこれから見に行くオーロラとは、どういう仕組みになっているのかというと、地球上ですね、地球上の主に極地である北極、そして南極付近からオーロラオーバルと呼ばれる目には見えない、ドーナツ状の円に沿って、太陽から来た電子の波がですね、地球の大気圏にある酸素などにぶつかって起こる発光現象になります。北米では北の空に光る現象なので、ノーザンライトとも呼んでいます。現地ではノーザンライトの方が伝わるかもしれませんね。でオーロラっていうのは、先ほどもお話ししてましたが、オーロラの元というのは太陽からやってくるんですね。太陽といえば、皆さんが感じるイメージでは光とそして熱の2つがあると思うんですが、意外とそれ以外に目には見えないプラズマと呼ばれる電子の粒子がですね、この太陽から飛んでいきます。でこのプラズマが地球の大気圏に入ってくる際にですね、窒素や酸素に衝突すると、それがその物質が不安定になるというか、その不安定になって、その状態をまた正常に戻そうとする際にエネルギーが発生します。でそれが光となって見えるんですね。でこのオーロラが見えるところはですね、このオーロラオーバルと呼ばれるオーロラオーバルの下に当たるんですけれども、これが今回ご紹介するカナダのイエローナイフ、ホワイトホース、あとは北欧のフィンランド、スウェーデン、ノルウェー、そしてアイスランドなどが該当しております。これは地球が磁石になっていて、北半球と南半球の緯度およそ60度付近にオーバルがあるから、そこでオーロラを観測することができるというふうになります。はい、よいしょ。そしてですね、こちらのオーロラについてはいろんな形や種類があるのは皆様イメージできていると思うんですけれども、この大気圏に入ってきたプラズマがですね、
まあ、地球の表面からだいたいもう100キロ、上空100キロから500キロのあたりで、500キロのあたりでオーロラになるんですけれども、私たちが、国際線などで、乗っている飛行機がだいたい高さ10キロぐらい、上空10キロぐらいですから、だいぶ高いところで光ってます。で、この高さはですね、オーロラの色に実は影響しているんですね。だいたい上空100キロから200キロぐらいで、酸素と衝突して、したものは緑色のオーロラがだいたい出ます。で、それよりも少し高い200キロから300キロで酸素と衝突したオーロラは赤くなります。で、もう少し、まあ、ちょっと低いというか、100キロぐらいのところで衝突したオーロラは、ピンク色に見えたりとか、その高さによって、ちょっと色が変わってくるので、皆様が行かれた時に、まあ、形も毎回違うとは思うんですけれども、いろんな色に出会えるチャンスもあるんじゃないかなと思います。ちなみにオーロラ自体は、まあ、雲がなければ地上から1年で約300日前後見られると言われています。で、この、まあ、色がですね、ちょっとわかりやすいような、ちょっと動画がありますので、一旦ちょっと動画を見せしますね。よいしょ。こんな感じでですね、オーロラ、まあ、動画でこれはね、撮影していますけれども、上の方がやや赤っぽく、見えていて、下の方がやや緑っぽく見えていて、その高さによってちょっと、色味が違うのが、比較できるんじゃないかなと思います。で、実際に本当に、写真で見るとここまでのなんかゆらゆらっていうのは想像できないかもしれないんですけれども、実際に見ていただくと、もう刻一刻とオーロラ形を変えていきますので、それはぜひ、現地で、体感していただくほかないのかなと思っています。はい、よいしょ。はい、そんなですね、オーロラについてお話しさせていただきましたが、今回はカナダのイエローナイフの観賞地について、解説、紹介していきたいなと思います。まずは、カナダのオーロラの特徴はどんなところなの、というところとしては2つ、特徴を挙げます。1つ目がオーロラ観測率の高さ。2つ目がオーロラ観賞施設の充実です。この二つを、カナダオーロラのいいところなんじゃないかなと思いますので、まずはちょっと紹介していきます。まずはですね、オーロラにつきましては、観測率の高さという点ですが、このあたりはですね、非常に水分が少ない、まあ、雲ができにくい地形なんですね。これは、まあ、北海の、高気圧の、影響でですね、天気が安定するというものもあります。まあ、実はオーロラっていうのは、まあ、出ていてもちょっと雲がかかっていると、どうしても綺麗にオーロラの全体像が、見えないので、やはり、晴天率、が、オーロラ観測に関しては、重要になってきますので、ここの観測率の高さが、まあ、カナダイエローナイフの特徴に、なります。はい、これはですね、ちょっと真下から、写真を撮っているようなイメージなんですけれども、イエローナイフ、オーロラベルトの真下に位置しているので、まあ、北側にあったオーロラは頭上を越えて南側に移動することもあります。南に移動したオーロラは必ずまた北側に戻ってきます。まあ、ですので、イエローナイフではタイミングによって、東西南北、そして真上にも、オーロラが頻繁に現れます。あとはこちらはですね、南に移動するというお話ししましたが、太陽活動が活発な時は、実は、オーロラ観測地としてご案内はしてないですが、バンクーバー、カナダのバンクーバー周辺、だいたい北緯49度ぐらいですけれども、このあたりでも、見られることがあります。で、これは過去にですね、日本の、北海道でも観測されたことが長い歴史ではあるそうですので、まあ、太陽活動が活発な時には、ニュースで、バンクーバーの人も今晩がオーロラが出るかもしれないという、そういう話が、ニュースが出てきます。実はこれはですね、現在、オーロラというのが、少し予報ができる、ものの一つになったことを表しています。で、こちらはですね、イエローナイフのオーロラがいつ出たかという、記録がございまして、オーロラビレッジの、ウェブサイトには、2007年から、2020年の4月までの、記録が出ております。ちょっと2020年の、夏以降ですね、コロナのためお客様がイエローナイフに来ることができなかった期間は、オーロラ観賞施設も営業しておりませんでしたので、記録が、抜けていますが、このように記録を取っているんですね。
で、通常の、観測率に加えて、オーロラビレッジでは、きめ細やかな、データを集めておりまして、オーロラレベルをレベル1から5、1から5段階で表した場合ですね、スライドのように分けられます。1は、ちょっと見えない人もいるんじゃないかなと。2は、鮮明ではないがオーロラを見える。レベル3ぐらいまで行くと、オーロラは誰から見ても、見えるし、動きも確認できる。4、5になってくるとさらに活発に、見えるという、レベル分けをしているんですけれども、一応、オーロラビレッジでは、レベルの3以上、このレベルの3以上を4泊した場合は、干渉率 95% 起こっております。これはですね、数字が良かった年を切り抜いているのではなく、この、翌年の数字も最近取ったんですけれども、それでも 96.5% ありましたし、大体やはり、レベル3以上でも、95% ぐらい見えていることが多いのかなと思います。それがちょっとイエローナイフのポイント、きめ細やかなデータっていうのが、ポイントになるんじゃないかなと思います。で、続いて二つ目のポイントとしては、観賞施設の充実度なんですけれども、ティーピーと呼ばれる、テントにですね、強力な薪の暖炉がありまして、快適にオーロラ観賞の待ち時間を過ごしていただけます。ティーピーの中では、温かいお飲み物も各種取り揃えております。はい。で、また、オーロラビレッジの施設にはギフトショップ、そしてレストランなんかも、ございます。レストランにつきましては、今実は、全盛期のやはり10分の1以下ぐらいのお客様だったりもするので、ちょっとスタッフの、数が、以前よりも、少なくて、ちょっとビレッジ内も、少し営業が縮小しているところはあるかなとは思うんですけれども、こういったギフトショップとか、そういった施設も中に入っております。そういった、オーロラの観測率の高さ、またそれに、合わせて、観賞施設が充実度が、このイエローナイフの、魅力になります。この、観賞施設、テントの中でオーロラを待つことができるので、今日は難しいなっていうところ、時はそこまで頑張らず、今日はいけるぞっていう時は、思いっきり、外で、見ていただければなと思いますが、大体このテントがあるところまで、ホテルからバスで30分ぐらい、バス走っていきます。なので、ここまで、バスで移動して、この辺りではそこまで、たくさん歩く必要はないんですけれども、バスで30分ぐらいのところにあります。で、時間としては通常だと、22時ぐらいにホテルを出て、現地の、TP を、深夜の2時ぐらいに出発して、2時半ぐらいにホテルに到着するような、イメージだと思ってください。で、その日は、だいたいお昼まで何もないっていう感じが、イエローナイフのツアーの、大まかな流れですね。はい。お昼まではゆっくりしてもらいます。ではですね、ちょっとイエローナイフについては私からご紹介させていただきましたが、ここからはヨーロッパのオーロラの魅力について下松より紹介させていただきます。はい。では第2部といたしまして、ヨーロッパ編、約10分間ほどお付き合いいただければと思います。ヨーロッパ内につきましては、現状、もう観光客、ヨーロッパ内の方やフィンランド国内旅行というのは非常に活発に戻ってきておりまして、コロナ禍前と同様の水準になっているという状況でございます。では、フィンランドにつきましてお話をさせていただきます。まず、フィンランドオーロラの特徴4点というところで挙げさせていただきます。1つ目に、オーロラ以外の観光も充実。2つ目に、ホテルから観測地が近い。3つ目に、意外と寒くない。4つ目に、オーロラ出現時間帯が早い。こちらがフィンランドでオーロラを観賞していただく際の特徴4点でございます。一つずつお話をさせていただきます。まず一つ目のオーロラ以外の観光も充実という点でございます。オーロラ観賞は天気や運などに左右されてしまう側面もあることから、オーロラ以外の観光の充実度というのも一つの重要な要素と言えます。フィンランドにはサンタクロースとお写真を撮っていただいたりすることができるサンタクロース村をはじめ、タンペレにあるムーミン博物館や、タンペレやヘルシンキからロバニエミという町までを約10時間程度でつなぐ寝台列車サンタクロースエキスプレスなど、オーロラ以外にも充実した観光をたくさん楽しんでいただくことができます。二つ目の特徴として、
滞在する町が大変小さい町でございます。町と言えるほどなのか、村と言っても過言ではないような場所にご宿泊いただくことになるんですけれども、いい点として人工の光が少ないので、ホテルから歩いて暗いところまで行けるのがヨーロッパオーロラの一番のポイントです。まあ、カナダですと、先ほどご紹介がございましたティーピーなどには、宿泊地からバスで移動してオーロラベース基地に行く必要があるんですけれども、フィンランドの場合は特別な施設に行くというよりは、ホテルからご自身のペースでオーロラが出たら外に出る。あ、ちょっと今曇ってるなとなったら、ロビーで待機というように、遅くまで粘るも明日に備えるも自由、マイペースにオーロラを待っていただくことができます。そして三つ目の特徴といたしまして、意外と寒くないという点でございます。まあ寒くないと言っても、やっぱりマイナスにはなってしまうので、体感温度としては寒いんですけれども、例えばまあマイナス30度だったり、マイナス20度だったりといったほどではないという意味で受け取っていただければと思います。なぜ極北の地域なのに気温が下がらないのかと申しますと、スカンジナビア近海を流れる暖流の影響があるからです。寒くなければ、まあ、その分、皆様への体の負担は減ってくるかと思います。そして4つ目、お体の負担の点で言うと、こちらも重要な点かと思います。オーロラの出現時間が早いことです。まあ、オーロラのツアーに行くと夜中ずっと起きてないといけないのかなというようなイメージを持たれがちですけれども、実際は少し夜更かしをしていただく程度です。オーロラの出現、フィンランドにつきましては、夜21時から夜中の1時頃がピークと言われております。よく比較されがちなカナダやアラスカのオーロラ出現時間というのが、深夜2時から4時ぐらいになってまいりますので、それに比べますと、いかに早い時間帯にフィンランドオーロラが出現するかということがわかります。ちなみに翌朝につきましては、ホテルの朝食はビュッフェスタイルとなっておりますので、オーロラ観測の滞在者への配慮もあり、朝10時ぐらいまではオープンしておりますので、お寝坊いただきまして、ゆっくりと朝ごはんを食べていただくということもコースによってはできるかと思います。お客様へのお体の負担も少なくなっております。そしてオーロラの観測率につきまして、正直申しますと、先ほどのカナダに比べるとフィンランドのオーロラ観測率というのは下がってまいります。どちらかというと雲がかかりやすい。オーロラ自体は夜空に出ているんですけれども、オーロラから私たちの目に届くまでの間に雲が邪魔しやすいというのが、フィンランドの特徴にもなっております。ただ、フィンランド政府観光局が30年間のデータをまとめたものとなりますけれども、1日の平均観測率が約 60% 程度、4日間滞在して計算した平均の観測率が 96% ということになります。なので、1日いるだけだとなかなかもしかしたらご覧いただけない場合もあるかもしれませんけれども、滞在する日にちが長ければ長いほど確率が上がるというふうにご認識いただければと思います。お天気が非常にコロコロ変わりますので、夜中ずっと起きていただく必要はございませんけれども、時々空の様子なんかを見てオーロラのチェックをしていただければと思います。はい、では、まとめとなりますけれども、フィンランドのオーロラの特徴としてはこちらの4点ということで、比較的体への負担が少なく観測を楽しんでいただくことができるというのが特徴となってまいります。ではヨーロッパオーロラのもう一つの場所、大変最近人気でございますアイスランドにつきましてもお話をさせていただきます。アイスランドオーロラの特徴3点につきましてはこちら。1番、オーロラ以外の観光も充実。2番目にホテル周辺が観測地。そして3番目に意外と寒くないということで、特徴としてはフィンランドと結構似てるような特徴になっておりますね。今年はツアーをお出ししておりますけれども、大変人気がございまして、後ほどコースの紹介もいたしますが、最高決定もたくさん出ている方面となります。では1番目のオーロラ以外の観光も充実という点につきまして、お写真いくつか載せさせていただいております。アイスランドの観光というと、大自然を見ていただく、地球の息吹を感じていただくというのが一番の目的になってくるかと思います。
その一つとしてゴールデンサークルと呼ばれる、3カ所を巡る大自然観光があるんですけれども、左上世界遺産と書かせていただきましたのがシンクベトリル国立公園にございます、プレートの裂け目ギャウと呼ばれる場所、ちょうどこの海峡のようなところ見えますでしょうか。今矢印が、指し示しているところでございますけれども、こちらがちょうどプレートの裂け目となっておりまして、実際に皆様にも歩いていただくことができます。そして真ん中上のお写真がストロックルゲイシール完結線ということで、まあ、そうですね、だいたい10分ぐらい待っていただきますと、このように吹き上がる様を見ていただくことができます。ゴールデンサークル、もう一つあるのが滝ですけれども、ここにはお写真載せてございませんで、ウトルフォスの滝という大きな滝がございます。右側にある滝何かと申しますと、セラリャンスフォスの滝という、ちょっと舌を噛んでしまいそうな名前になるんですけれども、こういった南部観光も楽しんでいただくことできますし、下の2つのお写真につきましては、アイスランドの首都レイキャビークにございます、教会はハトルスグリムス教会という、まあ、ロケットの形をのような形をした教会だったり、色とりどりの可愛らしい街並みを見ていただくことができる、アイスランドの観光、非常におすすめでございます。こういったところを見ていただくことができます。またアイスランドの観光で外せないのが、世界最大級の露天風呂と言われておりますブルーラグーンでございます。こちらにつきましては、滞在約2時間からコースによっては3時間ということで確約をしておりますけれども、シリカのパックを楽しんでいただいたり、お飲み物を飲んでいただき、あとカフェでゆったりしていただくこともできますし、ブルーラグーンオリジナルグッズのお買い物なんかも売店がございますのでお楽しみいただけます。ブルーラグーン観光を楽しんでいただくためには水着が必要となりまして、バスタオルは現地で貸し出しがございますので、ご自身で持ってきていただく必要ございません。水着だけご準備いただくようにお願いいたします。そして2番目の特徴、ホテル周辺が観測地というところでございますけれども、アイスランド、レイキャビックについてはやっぱり首都ですので、多少光があるんですけれども、まあ、海に囲まれたところで海岸線まで歩いていくと、オーロラを比較的見やすいポイントがございますので、そういったところ添乗員がご案内をさせていただきます。その他の南部だったり、他の地域に宿泊する際には、基本的にはもうホテルから一歩外に出ればオーロラ観測が可能というような場所でございます。そして3番目、アイスランドという名前、もうアイス、氷、すごく寒いんじゃないと思われる方も多いと思うんですけれども、こちらも思ったほど寒くないんじゃないかなというふうに思います。逆にまあフィンランドより、もしかしたら場合によってはちょっと暖かい日もあるぐらいでございますけれども、アイスランド大変風が強い、島国と申しましたけれども、海からの風をダイレクトに受けるということもございますので、まあ、体感温度はもう少しもしかしたら下がるかもしれませんが、気温としてはそこまで下がるものではないというふうにご認識いただければと思います。以上が、ヨーロッパ、オーロラ、フィンランドとアイスランドの観賞地のご紹介でございました。はい、では続いて第3部に移ってまいります。海外旅行の現状と日本の水際対策ということでお話をさせていただきます。こちら頻繁に変わってくることでございまして、お客様も今どういった状態になってるんだろうかとご心配されている方もいらっしゃるかもしれません。できるだけ細かくお話をさせていただきたいと思います。まず、日本の入国規制につきましてなんですけれども、現状国地域を3つの色に区分しております。この色に応じて入国時の規制内容が異なってまいります。まず青なんですけれども、こちらが一番入国しやすい国ということで、ワクチン接種の有無に関わらず、入国時検査がなかったり、自宅等の待機なども求められないという青の国というのが、今ほとんどの世界中の国は青に区分されております。あとは、黄色や赤というような、まあ、こういった制限があるような国も一部残っておりますけれども、次でご紹介する渡航条件見ていただきますと、カナダやフィンランド、アイスランドにつきましては、この色分け区分が青でございますので、日本に帰ってきていただいて、どこかで検査を受けていただいたりとか、まあ、自宅に待機、ホテルに待機等は一切ないというふうにご認識いただければと思います。
あとはこの3カ国とも、感染危険度レベルはレベル1ということで、今まだレベル0の国というのがないので、今世界中に発出されている中では、一番低いレベルということになります。そして、気になる航空便運航してるんだろうかというところなんですけれども、カナダにつきましては、エアカナダと日本航空 ANA が運航しております。でフィンランド、アイスランドはどうしてもやっぱりもともとロシア上空を飛んでヨーロッパに行く運航ルートを取っておりましたけれども、現在は迂回ルートを選択しておりまして、ロシア上空には、かからない北極圏だったり、もしくは風向きによってはモンゴリアンルートと呼ばれておりますけれども、中央アジアの上あたりを飛んで、行ったり来たりしているという状況でございます。フィンランドについては直行便がございまして、フィンエア、そして日本航空が発着しております。そしてアイスランドについては、現在直行便はございませんけれども、弊社でお作りしているコースは、一番人気があるコースはフィンエアでお作りしておりまして、ヘルシンキを乗り継いでアイスランドの空港があるケフラビークという町まで行く、乗り継ぎ便でご案内をさせていただくというようなコース造成となっております。そして入国規制についてなんですけれども、こちらは、カナダが少しややこしいんですよね。ちょっとカナダ、浅田さんから補足していただいてもよろしいですか。はい、カナダはですね、ワクチンの接種回数としては2回以上が、必要となっております。で、 ETA という電子渡航システムというのはアメリカでいうとエスタのようなものは、カナダの、電子渡航システムは ETA という名前があるんですけど、これは、コロナ禍以前よりありました。今は、それに加えて、アライブキャンという、そっちの登録が必要なんですけれども、こちらは新たにできたもので、ここのアライブキャンに、ワクチンの接種証明書をアップロード、して、いくので、証明書自体を見せる機会はないんですけれども、このアライブキャンの、登録が必要になります。で、これは英語のサイトしか今ないので、クラブツーリズムでお申し込みいただいてご参加いただく皆様には、私たちで作った日本語の説明案内をお送りしますので、そちらを参照しながらご登録いただければと思います。で、このアライブキャン自体は、カナダに入国する72時間前からしかちょっと登録ができないので、前もって1ヶ月前とかに登録ができるというものではないので、どうしてもツアー出発前にご登録いただく必要がございますので、ご了承いただければと思います。はい、ありがとうございます。なかなかメモを取るのも難しいと思いますので、お申し込みの方には、こういう条件が必要で、このような書類をご準備くださいということは、追って、ご案内させていただきますので、その点はご安心いただければと思います。現段階では、こういう、制限が今のところはあるんだなというご認識だけいただければと思います。そして、フィンランドやアイスランドにつきましては、何か書類をご用意いただいたりとか、登録していただいたりというのは一切ない状況でございますので、ご安心いただければと思います。あとすいません。カナダの、ワクチンの接種証明書なんですけれども、必ず海外渡航用でご用意いただく必要がございますので、すぐに、受けた時にすぐにもらえるような紙ではなくて、自治体、区町村とかに届け出を申請をしてもらえるフォーマットがあります。海外渡航用というのがありますね。そちら、もしくは、アプリ、携帯のアプリでデジタル庁の、公式のアプリがありますので、それで取得したもの、どちらかでご用意いただく必要がございます。念のため補足になります。はい、ありがとうございます。そして、次なんですけれども、こちらが、8月26日付に、政府から発表されたビッグニュースでございまして、ワクチン接種3回以上の方に限りまして、帰国前72時間以内の PCR 検査受検が不要となりました。ちょうど施行されたのが9月7日からということで、弊社のツアーたまたまなんですけれども、9月7日に日本に帰着するツアーがございまして、そのお客様につきましては、現地で PCR 検査を受けることなくお帰りいただきました。こちらがやっぱり今までは現地で PCR 検査って、もし陽性になったらどうしたらいいんだろうということが一番不安だったと思うんですけれども、まだ現状はワクチン接種3回以上の方限定ですけれども、その制限がなくなったことは非常に大きな緩和なのではないかなというふうに思います。
ただ、ワクチン接種2回以下の方につきましては、引き続き帰国前72時間以内の PCR 検査の受検が必要となってまいりますので、弊社が PCR 検査の予約代行受検手配をさせていただきます。別料金となっておりますので、コースによってどのクリニックだったりどの場所どの時間帯に行くのかというのも異なってまいりますし、金額も異なってまいりますので、こちらは該当の方にご案内をさせていただくということになります。そして、PCR 検査を受けていただく方につきましては、その陰性陽性の結果につきましては、受領は各皆様のメールアドレス、もしくは一括受領となる予定でございますので、現地で受診することができるメールアドレスは必須となってまいりますので、ご注意いただければと思います。ただワクチン接種3回以上の方につきましても、万が一、何か体調不良でちょっと病院に行っていただいたりとかっていうことが、なきにしもあらずでございますので、そういった時に弊社と連絡が取ることができるメールアドレスというのは、お申し込み用紙に書いていただくような欄を設けておりますので、弊社にお教えいただきますようにご協力をお願いいたします。そしてスライドのように、帰国前一時的ではございますけれども、同じツアー内で3回接種以上の方と2回接種以下の方が混在する可能性がございますので、その際は2つの旅程に分かれてご案内させていただく可能性がございますので、あらかじめご了承をお願い申し上げます。そして海外ツアーご参加条件ということで、こちら記載させていただきました。先ほどフィンランドやアイスランドは入国するためには何も書類は必要ありませんよというふうに申し上げましたけれども、今弊社の海外ツアーの参加条件としてこの1番に書かせていただきましたけれども、新型コロナウイルスのワクチン2回接種済みまたは検査陰性の方に限定をさせていただいておりますので、この入国ではなくって弊社のツアーの参加条件としてワクチン接種2回以上の証明書は持ってきていただく、ご提示いただく必要ございますので、ご注意いただきますようにお願いいたします。そして2番目に必要書類のご準備やお手続きは、大変お手数なんですけれども、こちらで個人情報を取り扱って登録することができないので、原則はご自身で行っていただくということでお願いいたします。そして3つ目、スマートフォンとタブレット端末、こちらはやはり何かあった時にすぐに連絡が取れないと困ってしまうということが、コロナ禍前よりも可能性がもしかしたら上がってしまっている可能性がありますので、スマートフォンやタブレット端末、こちらをお持ちいただきますようにお願いいたします。そして4番目に、ご参加同意書および健康チェックシートのご提出をお願いしておりまして、それぞれ出発前にお客様のご自宅に別々のタイミングですけれどもお送りいたしますので、ご記入いただき、出発当日に添乗員にお渡しいただきますようにお願いいたします。こちらが海外ツアーの参加条件となりまして、続いて、じゃあせっかく申し込んだけどツアーって再考するのどうなのというところで、海外ツアーの再考条件につきましてもお話をさせていただきます。まず1番、外務省発出の危険情報レベルが1以下ということで、ただしというふうに書いておりますけれども、今ご案内しておりますカナダ、フィンランド、アイスランドはレベル1でございますので、ここの1番の条件は満たしているということでございます。そして2番目、訪問国入国時及び日本帰国時に行動制限及び隔離を要求しないこと。はい、ご紹介している3カ国ともこちらの制限はございません。そして3番目、航空便などの運航状況やホテル、レストラン等の旅行サービスが安全かつ円滑に実施できることということで、こちらも現在3カ国とも問題ございません。よって、この最高条件に引っかかるというわけでは、それぞれのツアーはないんですけれども、やはり、それぞれの出発日で最小最高人員というのを設けさせていただいておりますので、この3つをクリアして、かつ、設けている最小最高人員以上のお申し込みがあれば、最高決定にさせていただくということで、ご認識をいただければと思います。現在はクラブツーリズムの海外ツアーは約100本程度のツアーが最高決定しております。コロナだけでいうともちろんもう少し少ないんですけれども、続々出発もしておりますし、無事にお客様もご帰国いただいておりますので、ぜひどうぞこの冬、ご検討いただければと思います。
まあ、特にオーロラ観測ツアーの、あのいいところ、このコロナ禍だからこそおすすめできるポイントといたしまして、一つ目に都市部に滞在しないというところ。やはり、街中に滞在すると、ちょっとじゃあ、買い物行くってなっても、いろんなマスクをしてない方々とこう接したりとか、人混みがあったりということが、考えられますけれども、オーロラツアーは基本的に、人混み少ない街だったり、村だったりに滞在いたしますので、そういったところは安心かなと思います。そして二つ目、大自然観光が、メインとなってまいりますので、観光中密になりにくい、こういったポイントもございます。今だからこそ一層おすすめのオーロラツアー、ぜひご検討くださいませ。はい、ではですね、続いて4番として私から安心サポートと弊社の、ニュースタイルについてお話しさせていただきます。はい、まずですね、クラブツーリズムの海外旅行の旅前から旅後まで12の安心サポート、ニュースタイルについてご紹介させていただきます。まずですね、12の安心サポートからなんですけれども、1番から4番、挙げさせていただいてます。渡航手続きがですね、非常に、まあ、難しくなっている、中で今ですね、まあ、久しぶりに海外旅行にご参加いただく、お客様へ向けまして、出発前から現地滞在中、帰国後まで、安心して楽しんでいただくため、12の、サポートを実施しております。こちら12月、31日出発までは、こちらのサポートで、ご案内をさせていただきます。で、まあ、4番だけちょっと読ませていただくと、まあ、最新の渡航手続きに必要な情報を、まあ、お申し込み後、再考決定、した後、また出発前に、ご案内しております。これが非常にご自身で調べるのは大変なところなんじゃないかなと思いますし、安心して海外旅行に行きたいのに、どんどん変わってくるルールに振り回されて、疲れてしまうということも今は特にあるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ弊社にお任せいただければなと思っています。で、続いてはですね、よいしょ。はい、5番から7番表示しております。で、6番につきましては、こちらも12月31日出発までとなりますが、新型コロナウイルスの感染時に関しては、取り消し料無料とさせていただきます。ただこれは診断書の、提出が条件となりまして、陽性者ご本人様のみと、なっております。で、また一般的なですね、保険プランですと、保証の対象に、なりませんが、クラブツーリズムとして、安心してツアーにお申し込みいただきたいと思い、こういったね、取り決めを、しておりますので、12月31日出発までのツアーに関しては、ご安心いただければなと思います。また安心サポートについてですが、8番から11番が、こちらになります。で、11番はですね、体調不良でツアーを離れていただくことになった場合も帰国までサポートと、ございます。これはですね、まあ、やはり現地で、PCR 検査は、今はもしかすると全員が、帰国の際に受験するわけではないのかなと思うんですけれども、まあ、仮に現地で体調不良で陽性になってと、言ったときに、まあ、ツアーを離れていただく、ことになりますが、それでも、まあ、私たちのお客様ということには変わりはございませんので、そこでも、しっかりとサポートをして、帰国まで、フォローしていければなと、もちろん考えております。で、現地でですね、ちょっと、まあ、ここは、まあ、今から悪いイメージをどんどんする必要はないんですけれども、ある程度私たちの方で、対応を考えているところとしては、まあ、仮にツアー中に、症状が、発生した場合は、一旦ツアーからは離れていただいて、病院で、検査していただきます。まあ、陰性、まあ、問題なければ、ツアーへの復帰と、なります。まあ、お医者さんの、許可が条件となりますが、ツアーに復帰いただく。また体調が悪くて陽性となった場合はですね、各国のルールに沿ってとなりますが、ホテル隔離または病院に入院となります。まあ、体調が良くなって、また陰性の確認ができるまではちょっと隔離期間となりますが、まあ、私たち、現地ガイド、または現地スタッフ、保険会社さんを通してですね、サポートさせていただきます。まあ、ホテルの延長だったり、航空便の変更手続き等はですね、弊社、または保険会社に対応させていただきます。まあ、これらにかかる実費というのは、お客様負担となってしまいますので、まあ、必ず海外旅行保険の、加入を今だからこそ強く、お勧めしている次第です。
また、この理由でツアー離団した方に関しましては、日割りにて旅行代金の一部を後日払い戻しさせていただきます。また、12の安心サポートなんですけれども、当社、団体ツアーだからこそ、帰国後も必要に応じてお客様に寄り添ったサポートを実施いたします。まあ、これらはですね、添乗員同行のツアーに限らせていただきますので、よろしくお願いします。はい。最後にですね、また新たに、8つのお約束ごとについて紹介します。こちらはですね、海外旅行、再開時より当面の間、皆様に、安心して海外旅行にご参加いただくために設けた、お約束ごとになります。まあ、こちらで、ご案内、する事項ですね、今後の状況に応じて緩和されていく場合もございます。一旦はこちらは、まあ、2023年の3月ぐらいまでの、ツアーはこちらのお約束でご案内できればと、考えております。またですね、皆様の、まあ、弊社からご参加の皆様にお願いをさせていただきたい事項については、ご覧の8つになります。まあ、主に感染予防の観点からとなりますが、お客様のご協力が不可欠となりますので、よろしくお願いいたします。はい。ではですね、私の方から、安心サポートニュースタイルについてご紹介をさせていただきました。ここからはですね、また改めて、旅のお話に戻りまして、北米、ヨーロッパ、それぞれの方面のおすすめコースを紹介していきたいと思います。まずは北米、カナダ方面から紹介させていただきます。で、こちらのね、紹介しながら、ちょっとここで紹介した方が良さそうな質問を少し触れながらいきたいなと思います。コースの紹介としては、私たちのツアーとして KX、これは KX1312。これは1が、KX131 がエコノミークラス、2で選ぶとプレミアムエコノミークラスのツアーになっています。ハイフォンの、950になります。で、こちらの、コースに関してはエアカナダを、利用しますが、カナダイエローナイフ6日間のツアーになっています。年末年始の設定もございまして、12月28日出発も、募集中になっております。プレミアムエコノミークラスのお座席もございますので、ぜひご検討ください。で、こちらのツアーは、イエローナイフに4連泊ですので、4夜連続のオーロラ鑑賞チャンスがございますし、散策に便利な街中のスーペリアクラスのホテルに4連泊、先住民のお守り、ドリームキャッチャー作り体験などがコースに含まれています。で、チャットでですね、ちょうどイエローナイフ、たくさんご質問ありがとうございます。たくさん見ていないうちにたくさんいただいてましたね。昼間のアクティビティはどんなものがありますかという質問がございました。基本的に、すごく、なんでしょう。大々的な、なんか施設が、なんかアクティビティがあるとまでは言わないんですけれども、基本的な昼間は、日中はですね、街の散策だったりとか、あとは今、ツアーに含めているんですけれども、ドリームキャッチャー作り体験というのがあります。で、またですね、現地の冬の時になるんですけれども、まあ、弊社を通してちょっとご紹介はできない可能性はまだあるんですけれども、なんか北極圏ならではの、まあ、犬ぞり体験とかそういったものとかは、でもちょっとこれはね、今までのツアーだったらずっとご紹介はしてたんですけれども、ちょっと期間が空いてしまったので、こういったまあ、少し、多少スピードも出るものですので、まあ、弊社で、安全の、確認をしてから弊社からのご提案っていう形にはなるので、今直接ご提案できない、タイミングで恐縮なんですけれども、まあ、北極圏ならではの、まあ、体験っていうのもあったりしまして、カナダで言うと、ちょっとこの後、スライドで、紹介させていただきたいと思います。あとは、オーロラ観測地でそのまま宿泊できる施設はないのかっていうことなんですけど、まあ、カナダに関しては結構ここは、プライドがちょっと高いというか、なんていうんですかね。もちろん、イエローナイフの街自体は、オーロラベルトの下にあって、オーロラを、なんか、どうしても見れないところではないんですけれども、まあ、街とかは少しやっぱり明るさ、まあやはり光があるので、より暗い場所に移動して見せたいっていう、やっぱりそういう強い思いがありますので、イエロー、すみません、オーロラビレッジ、そういった施設までご案内して観測していただくようになってます。まあ、その施設に行くからこそ、まあそういったしっかりとデータを取れてるっていうところがあるんですけれども、まあ、泊まってるホテルからなんか絶対にオーロラ見ることはできないとまでは言わないんですけれども、そういった施設に行ってよりしっかり 見ていただきたいという思いがあります。はい、で、オーロラの出現時間はだいたい11時から午前2時ぐらいですかというのは、まあ、そうですね。それぐらいの時間が、まあ、ピークかなと思います。
そのピークに関しても正直日によって2時ぐらいに強く出てる時とかもあったりはするので、そこに関しては、私の方から、すみません、現地で、直接お客様がご購入いただくようにはなるんですけれども、まあ、2時でもう少し見たいなっていう場合には、だいたい20ドルぐらいで、1.5 時間、90分ぐらい、延長してオーロラ施設に残るっていうことも、できたりしますので、これはまあ、弊社を通さずというか、オーロラビレッジで、ご購入いただくような、流れになりますが、そういった対応ができます。はい、すいません。ではですね、コースの中身、についても紹介していきますが、こちらのツアーでは、このティーピーを、ツアーの、メンバーだけで、グループで貸し切りをいたします。まあ、なので、まあ、知らないグループというか、他の国のグループとかと、一緒になったりはしませんので、ツアーで、ティーピーを一つ、貸し切りにしております。はい。あと、現地で、取れるバイソンとか、ちょっと変わった極北料理、などを、揃えた、まあ、地産地消の食材を使ったオーロラディナーに、ディナーが、ツアーの中でも含まれております。はい。またですね、これはアイスロードは大体まあ12月、中旬ぐらいからしっかり固まるかなと思うんですけれども、こういったそうですね、凍った湖の上、をですね、走りまして、まあ、巨大な湖でも、まあ、大体、極寒の、このシーズンはですね、まあ、2メートル近く厚みの氷ができまして、大型のトレーラーでも、走ることができるようになります。まあ、一部の場所では観光バスを止めて、氷の上で写真タイムもございます。まあ、かなり写真映えもしますので、この、まあ、なんでしょう、オーロラ観測地に来たからこその、写真が撮れるんじゃないかなと思います。あとはですね、極寒体験としまして、カナダのイエローナイフ、秋はそこまでなんですけれども、冬になってくるとマイナス20度、30度、それを、下回ることもあります。非常に寒いです。ただ、その分ですね、凍ったタオルをちょっと振るだけで、このように固まって、しまったりとか、なんかちょっとシャボン玉でそういった遊んでみたりとか、バナナ、で釘を打ってみるとか、そういう極寒体験っていうのも、まあ、ここに来たからこそできることなんじゃないかなと思いますので、まあ、これは日中にご案内するツアーございます。このツアーではそういった体験にもご案内させていただきますし、ちょっとね、日中で難しかった場合は、オーロラビレッジの施設にてご案内させていただく場合もございます。よいしょ。で、まあ、カナダはですね、冬になってくると寒いですという話をさせていただきましたが、しっかりと、防寒具のレンタルが、ついております。やはり、まあ、マイナス30度くらいまでは、下がりますが、まあ、冬に、お越しいただく場合は、このような、防寒着のレンタルがございます。まあ、マイナス30度でも、まあ、快適にというか、過ごしていただける、超強力な、防寒着となっております。逆にね、秋のツアーにはこういったもの、レンタルは含まれていないですが、秋までの、10月までの、カナダのイエローナイフのオーロラに関しては、そうですね、マイナスにいかないぐらい、今で言うと9月の下旬でも予報としては最低気温が3度ぐらいでしたかね。はい、冬と秋で、大きく、なんでしょう、気温は異なってきます。で、このコースは冬ならではのポイントとして、オーロラこたつと写真撮影のポイントを入れております。このオーロラの写真撮影っていうのは、ツアーの中で、お一人様1枚、撮影させていただきますが、まあ、ご覧のように、お客様とオーロラを一緒に、撮らせていただくというサービスになりまして、こちらをプレゼントさせていただきます。なかなかご自身と、オーロラをきれいに、撮ることは難しいのかなと思いますので、こういったところも、ツアーとして含めています。で、右側がオーロラこたつと題しまして、足元が、暖かい、そういう、なんかし、まあ、椅子というよりは、まあ、椅子というかベンチというか、そういった施設を、私たちのツアーで予約させていただいておりますので、まあ、外にずっと出ていると、まあ、もちろん、やはり寒い中でずっと外にいるのは結構大変だったりはするんですけれども、まあ、それでも足からでも、暖かかったりすると、結構見やすい、長時間外で粘れるので、まあ、外でずっと見たいなっていう方は、このオーロラこたつを使っていただけます。もちろんね、今まだ頑張らなくていいかなっていう時は、ATP の中で、暖かい中でお待ちいただければと思いますが、両方で、楽しんでいただくようにしております。で、ここまでのところで、質問で、よいしょ。
イエローナイフの、9月頃のオーロラ観測の率に関しては4泊でどの程度ということなんですが、一応2019年のデータが、4泊すると 100% レベル3以上は見れていました。まあ、ただ必ず 100% とはやはり言い切れないので、同様に 95% から 99% ぐらい高い確率で見ることが普段だと出て、できているかなと思います。比較的 90% 後半台のことが秋は特に多いんじゃないかなと思っております。はい、ありがとうございます。ちょっとどんどん増えているので進みますね。すみません、ありがとうございます。ご質問またまとめて、最後にご紹介します、回答します。またプレミアムエコノミークラスの、ご希望も受けたまわっております。こういったですね、しっかりシートが、異なっているのもそうですし、機内食もプレミアムエコノミークラス用にランクアップされますので、ぜひぜひ少しでも、優雅に、ご参加されたいという方は、このコースでもプレミアムエコノミークラスのご希望も受けたまわっております。続いてはですね、ビジネスクラスで、カナダのイエローナイフに行きたい方にお勧めするコースです。プレミアムステージ、カナダイエローナイフオーロラ機構7日間のツアーです。コース番号は KX1381